たりはギリギリのところ離れました。さあそしてジム離れていく、やっぱりこれは離れた。さあそして先行黙々状態、悪くない、いい形になっている。このまま行けば、あ後ろ角度ない、後ろ角度ない、田所ということで入れ替えの2本目。今度は A86 がほら先に行った、ほら離れてきましたね。絶対させるよ、舐めてる感じが。いやそうそう、エアビンで絶対行けそう。さあだいぶ先に行かせた。そして後からどこまで近づけるかということになる。自分の走りをするには前に近づかない。さあしかしこの辺りからずっと自分の走りの状態で、もう何やってんの。ダメだ、先行戻った。今シグナル赤3つ消えてスタート。さあ両者綺麗に動き出した。まずは赤いマシン上尾和弘180、後ろから青いマシン横井正志のシルビアがどう来るか。100R 飛び出し、いい角度で上尾が来る。ギリギリ止まるな、うまくクリアしていく。それに対して横井が寄れていない。おい何やってんだ。壊れた、壊れたかもしれない。そういう状況下の中なんとか修理を終えて今スタート地点に来た。そしてスタートしてまいります。さあスタートしてった、加速はしていくかどうか、問題ない問題ない。さあついていく、ついていく。青いマシンの横井正史に対して赤いマシンの180。さあ上尾がすごいところにいる。さあ上尾がいる、いや認めてくる。さあヤカールから近いところ、かなりヤカール近いところに上尾が来る。さあどうだ、接触、これは上尾が当たってた。対戦はどういう決着になるか。今エンジンをかたからってスタートしていく。さあ降りてくる、まずはインフィニティそば切り広大、ずーっと抜けて、それに対してさあ上尾がここからグーッと寄りたいところ。まずはそば切りが来る。さあそば切りが降っていく、それに対して上尾が近づいてくる。さあ上尾が近づいてくる、そば切りが逃げていきたいところ。上尾が近、上尾が来た。さあここからの繰り返し、繰り返してもう一回、ぐらい縦でグーッと寄った、ね、いやーギリギリのところ。さあそれでも夜には寄っている。上尾が近いところの下に、前がちょっと寄った。これは取りに行かなくてはならない。おそらくスポッターからもそういった指示が飛んでいるでしょう。ベテラン上尾の AT に対して、さあそば切り、これは食い込んでいかなくてはならない。さあ行けるか、さあ行けるか。まずは上尾がグーッといく、それに対してそば切り、さあそば切りがまだ寄ってはいない、まだ寄ってはいない。いやー角度がなくなるような状況になってきた。さあ近いところに入った、寄っていこうというところ。さあこっから寄ったそば切り、こっから寄っているサイドバイサイド、いいところ。そして抜き差し、最後の寄り、まずは上尾が先行、後追い川端雅人。さあ川端どんな後追いを見せるのか。 VR 搭載の180に対してフジェ ZGR86。 さあまずは近いところ、まずはぐっと近いところから。さあまずは上尾に対して上尾の音が消える。それに何とか合わせたか、何とか合わせた川端。この辺りは絶妙コントロール、しっかりと見ながら、それでも取っていこうというところ。このスピードコントロール非常に難しいところ。この上尾が行くのか行かないのか、こういったところをしっかりと見届けて、最後川端ですよ。これは川田選手トスを落としました。だいぶトスの得点を落とした。さあ入れ替えの2本目、これは上尾が取りに行けば分からなくなる。さあまずは川端が行く、そして上尾、いやーここでまたちょっと戻りそうだ。入れてはいない。さあ遠いで揺れていない。さあどうだ、ここで近いところ、さらに来るか。さあどうだ、いいところまでは並んでいる。近いところに赤いマシンが寄った。さあ寄った、ギリギリのところ今フィニッシュ。どちらが勝って中村直樹と対戦するのか。今一気にスタートしていく。まずは松山が青いマシン、そしてその後ろから赤いマシン、上岡和弘スーッと飛び込む、スーッと飛び込む。いやしかしここは入れない、まだ入れない。さあ逃げていく松山、
近地もう一回行く、もう一回行く、上岡瑞浩、さあもう一回行く、近いところまで来る、近いところに来る、一回縦にして、そしてぐーんとまた寄っていく、ぐーんと寄っていく、さあこの辺りのコントロール巧みに見せる上岡瑞浩、中心なんとかギリギリ近いところまでは、さあ松山またえげつなくしっかりとおそらくついていく、入り込んでいく、すごいところを来るぞ。さあ松山、あ、今度はちょっと抑えた、ちょっと抑えた、ちょっと抑えた、さあどうだ、しかしそれでも入る、それでも入っている、いや怖い怖い、いや危ない、止まった止まる、危ない、さあ戻りそうだ松山、戻りそうだ松山、いや完全に完全に仕掛けられる、仕掛けられる、あーどうした、戻って全角ダメだ、いけないいけないいけない、松山が合わせられない、これに合わせるのは辛いぞ、相当辛いところ、これでスタート地点シグナル点灯、そして消えてスタート、まずは中村直樹ぐーんと行く、もうこの下りから行く、さあそれでついていけるか、上岡瑞浩、上岡瑞浩がついていく、中村直樹が行く、上岡瑞浩が行く、上岡瑞浩が行く、それでもついてった、ついてった、さあ上岡瑞浩いいところに行く、上を、さあそれでまだ行かない、こっから速いところ、中村直樹こっからぐーんと上がっていく、さあ上をがどれだけ寄れるか、どれだけ寄れるか、まずは上を完全に取りに行こうというよりもエンジンが高鳴って今スタートしてた、さあ上をが行く、これをどこまで読み切って、さあ中村直樹が、中村直樹がまずは見ている、見ている、でも入る入る入る入っている、やっぱり入っている、入っている、この辺りはさあここも待てる、ここも待てる、ここも待てる、待った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 、いやこれはこれはこれはいった、これはいった、やっぱりか、やっぱりやっぱすげえ、さあ追いましっています、横井の前、後ろから追いまし 1.8 キロ、さあ横井がでっかい、そしてその後ろから追いてくる、横井が横井が飛び出した、上横さんと横井のスピードを抑えきれなかった、上岡瑞浩果敢についてった、どう後追いを見せるか横井雅史、さあ上を越えて、そして後ろから横井、近いところにいるぞ、さあ見ながら手前から来た、手前から伸びて伸ばす、手前から伸び、上を飛び出す、どこまでも、どこまでも成功、穴あれ穴関係ないところで、とはいえ上尾はもうそこまで、そうですね、あそこまでコースアウトしたところで終わってます、どういう対戦になってくるのかどうか、 YAT と VR を交差したりするのか、今スタートしていく、さあメクワが行く、それに対して上尾がついてる、上尾がついている、さあどうだ上尾、上尾がすごいところ行っている、上尾が入っている、上尾が入っている、近いところに踏ん張った、近いところに踏ん張った、さあどうだ今度は抜き差し、抜き出して中入っていく、小さいところ今立ち上がっていった、上を蹴と中道消えてスタート、さあ上を来る、そしてメクワ取り返すことができるか、メクワが食い込まなきゃいけない、さあこれはメクワが食い込んでいく、グイグイいっている、さあいっている、完全に捉えている、さあ手振りを出しながら逃げていく、上をに対してそれでもメクワどこまで取り切れたか、まずは GR86 川端が前、後ろから赤いマシン、上を勝つ広がる、さあどうだ、ついていけるか、ついていけるか、さあ上を勝ついている、上を勝ついている、近いところ、いや上をが入ってった、さあ上をが入ってった、この速さ気持ち悪い、すごいスピード、あー止まった止まった、なんか壊したかな、上尾かつぎろ、また走りを上尾が見せてくれるかどうか、まずはしっかりと北岡について、そして飛び込んでくるところどうなるか、さあ関係なく北岡は思いっきり、まずは飛び込み、ちょっと感覚が飛んでた、危ない、すごいところ、何事もなく普通にコースに帰ってきた、
甘いところを行きながら何もなく行きました。リードというところをどう使ってくるか、もちろん様子を見ながら無理をせずに、まずはしっかりベスト8に勝ち上がってくるということになるけど、近いところに危ない危ない危ない、どこ行くどこ行くどこ行く、どこ走ってる、この人にとってもうコースとかラインとかは関係ないんでしょうか。いや考えた方がいい。そうですね、これ面白いですよ。絶対チャンピオン同士のもう暴れまくりような走りをするこの2人がどんな走りをするんだ。まずは川端が来る、そしてそれについてくる上岡千尋だ。まずはゾーンを外した、そしてインサーからの気持ちい煙の中に上尾がついてった。あとを川端がさらに見てくるのか、いや先行で思い切って上尾が飛び込んでくるのか、どうなるどうなる、まだこれ怖いぞ、上尾が思い切り来る、角度つけて外してくる、そしてそれに対して合わせて回っている、ちょっとコースアウト上尾勝弘、これを前をずっと見てしっかり走り切る。